どうも、チーム軍艦のりです。よろしくお願いいたします。今年のね、エキサイティングプレイヤー阪神枠が決まりまして、なんと大山選手と近本選手でした。エキサイティングといえば、やはりね、糸井選手と福留さんのイメージなんですけども、今年からはキャプテンの大山選手、そして選手会長の近本選手となりました。正直ね、二人とも欲しくて悩んでるんですけども、今回の動画ではエキサイティングとは何かってことと、気になる大山選手と近本選手の能力紹介、そして無課金阪神純正はどちらを取るべきか考えていきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。では、行きましょう。はい、まずね、エキサイティングプレイヤーとは何かってとこなんですけども、エキサイティングプレイヤーとはね、各球団から2人ピックアップされまして、通常の S ランクとはまた別で登場いたします。エキサイティングに登場する選手は公式の対決動画にも登場いたします。大山選手と近本選手のプロスピ対決すごく面白かったですね。ちなみにパースピポイントクラブから見るとポイントがもらえますのでぜひ見てください。エキサイティングはね、6月に来ると思うんですけども、おそらく6月9日かなと思っています。間違ってたらごめんなさい。そしてエキサイティングプレイヤーの特徴なんですけども、まずは能力がプラス1で登場いたします。去年ね、エキサイティングの糸井選手を獲得したんですけども、通常よりも能力がプラス1でとてもね、強い能力で登場いたしました。あと、特殊能力もね、エキサイティングプレイヤーだけの白熱を持っていまして、レベル5にすると発動が 100% なんで、めちゃくちゃね、強いです。あと、エキサイティングプレイヤーオーダーに入れますと、コンボ熱狂の渦を出すことができます。以上がエキサイティングプレイヤーの特徴でございます。はい、次はね、気になるエキサイティング大山選手と近本選手の能力を見ていきましょう。まだね、二人とも S ランク出てないんで、絶対ではないんですけども、まずは大山選手の能力から見ていきます。大山選手の能力は、おそらく高弾道、ミート77の B、パワー81の A、走力68の C で登場すると思われます。注目はミートで、称号でミート A にできます。しかも、コンタクトヒッターをつけれると、ミート、パワー、A 同時にできます。ミートパワー A 同値はかなり嬉しいですね。やはり生え抜き選手がミートパワー A ですから、コナミさんにはすごく感謝しています。気になるのは特殊能力で、今年の大山さんは、特殊能力もね、僕は結構注目していまして、サンズ選手のようにパワーヒッター、広角打法がね、ついてもおかしくない成績を去年は残してくれたと思いますので、まあ、3つ目の特殊能力は白熱になるんですけども、どういった能力になるのか結構ね、期待しております。お次は近本選手です。おそらく中弾道、ミート79の B、パワー70の B、走力が85の A となると思われます。称号でミート A が狙いやすくなりますし、パワーが B になりました。注目はね、守備で、守備 A 今年あるんですよね。なので、ミート、走力、守備 A のセンター、生え抜きですから、はい、近本選手も欲しいですね。はい、ということなので、大山選手も近本選手もエキサイティングでは素晴らしい能力で登場すると思われます。いやー、どちらも欲しいですね。はい、ではね、無課金阪神純正はどちらを獲得すべきか考えていきたいと思います。はい、ではね、無課金阪神純正は今年のエキサイティングはね、誰を獲得すべきなのかなんですけども、正直言ってね、先ほども言いました、二人とも欲しいですよね。ただ、タイムスリップもね、ありますし、エナジーにね、余裕がない方もいると思います。僕もシリーズ1はあまりエナジーを使いたくないので、どちらか一人だけ獲得するつもりです。どちらか一人獲得となると、やはり大山選手がおすすめですかね。称号でミート A、ミパ A、同値はね、かなり強いと思います。ツイッターの方でもね、質問させてもらいまして、69人の方がね、投票してくれました。本当にありがとうございました。半分以上の人が大山選手獲得に投票で、次に多かったのが2人とも獲得でした。もちろんね、オーダーやエナジー次第なところもあるので、ご自身のオーダーとエナジーとね、相談していただいて、どちらを獲得するか考えてみてください。最後にエキサイティングは自チーム確定のガチャがあるので、エナジーさえあれば欲しい選手は確実に獲得することができます。ただ、プレゼントスカウトなど今年もね、あると思いますので、その結果次第でガチャをしたらいいと思います。僕はね、大山選手を獲得する予定なんですけども、皆さんのご意見もコメントで教えてください。いやー、エキサイティングね、めっちゃ楽しみですね。大山選手と近本選手が登場してくれたということで、いや、ほんとね、嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。